長崎市では昨日夕方ごろから雨足が強まり、降り始めからの雨の量が137ミリを超えました。長崎市西町の崖崩れ現場です。民家のそばののり面が崩れ、土砂やコンクリートの塀が流れ落ちています。長崎市西町では昨日午後6時ごろ、民家裏の崖が高さおよそ10メートル、幅およそ10メートルにわたって崩れました。帰ってきたら壊れてた感じですね。あ、じゃあもう誰もいない状態。誰もいない状態、はい、台所の方にちょっと岩が入ってガラスが割れてる感じです。怪我人はいませんでしたが、付近の3世帯5人が自主避難しているということです。また長崎市上小島でも民家裏の崖が高さおよそ7メートル、幅およそ10メートルにわたって崩れているのが確認されました。気象台によりますと、明日の県内は雷を伴った激しい雨が降る見込みで、今後の気象情報に注意を呼びかけています。